吉宗評判記暴れん坊将軍。鯉は食前に供するために飼っているのではございません。次たるは及ばざるがごとしだ。はこの池の大きさに比べて鯉の数が多すぎるというのだ。これでは水が汚れて一匹残らず死滅してしまう。ならば一層夕飯の際にした方が経費の節約にもなるであろう。いやしかし何も上様御自ら水の中に入らずともお風邪でも召されたらどうなされます。いらざる心配だ。この吉宗池の水を浴びたくらいで。上様拍手。将軍家筆頭御殿医桜井玄石、当時の医者では最高の位を極めたこの男は、同時に江戸の町医者仲間に君臨する政治的手腕の持ち主でもあった。お召しにより参上つかまつりました。余が呼んだのではない。爺が勝手に計らったのだ。またそのような。江戸の町では今たちの悪い風が大流行りとか、上様の身に毎日のことがあってはこの加納五郎左衛門そば用人としての顔が立ちません。分かった分かった。早く済ませてもらおうか。心得ました。糸脈など使わずとも脈を取りたければ直に取るがよい。では恐れながら。時に流行り風邪の被害はどれくらいだ。この一月余りでおおよそ2000人の町民が命を落としたと聞き及んでおります。2000人。町医者たちは何をいたしておるのだ。もちろん手は打っております。しかしながら医学を信用せず、いまだに怪しげな売薬や祈祷師に頼る無知な輩も多ございますゆえ。いかがかな上様のご容態は。別に異常はございませんが、念のため 2,3 日ご静養なさる方がご賢明かと。またお出かけでございますか。うん。流行病に苦しむ町民たちの実態をこの目で確かめとうては。けれど
上様ご自身お風邪を召してらっしゃると承りましたが。何、それは将軍の職務を休むための口実だ。桜井玄石の進言のおかげでじいもしぶしぶ承知してくれたわ。用意はできております。お、現像じゃないか。これは徳田の旦那。どうしたんだ。ええ、頭が世話になった人が流行り風邪で亡くなったんで。流行り風邪。お気の毒に誰にも見とってもらえず、一人暮らしのこの長屋でつい10日ほど前にもうちに遊びに来て好きなお酒を飲んでいったんですけどね。どうして医者に見てもらわなかったんだ。バカなこと言うもんじゃないよ。お医者にかかるにはね、お金がかかるんだよ。しかも大枚のお金が。あ、そっか。やっと分かったよ、この人は。どこまで鈍いんだろうね。おい、口の利き方に気をつけろ。曲がるなりも新さん侍だぞ。どうせ貧乏旗本の三男坊だろ。私たちと帰りしないじゃないか。そうだろ、新さん。うん、まあな。治療代ってのはそんなに高いのか。高いんだよ。おまけに近頃はどん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 値は上がるばっかりだ。重病人のいるうちは身代が傾くって言われてるくらいなんです。そりゃひどいな。ひでえのなんのって、町医者の中にはこれあと見込んだ金持ちの弱みにつき込みあって、ヤクザまがいのゆすりたかりを働くやつがいるそうだ。まさか。いえ、現に足の知り合いの商人がこぼしてました。小石川伝通院前の小川商船という町医者に脅されて20両もの大金を巻き上げられたって。今陳述だなんて嘘っぱちだ。そういう悪意な連中を許しておくな。一体誰の責任なんだ。俺は別にね、お上の悪口言うつもりはねえんだ。だけどよ、苦しんで死んでいた連中のことを考えるとな、俺はもう腹立って腹立ってたまんねえんだよ。ちょっと尋ねるが、この辺りに小川商船という町医者がいるはずだが。ああ、先生なら薬草畑におられますだ。そうか、すまん。訳を聞こう。薬草の芽だ。薬草の芽？せっかく育てた薬草の芽を踏み潰されたんじゃ、こっちの商売上がったりだ。それではお主が小川商船か。そうだ。世間じゃ電通院前の藪医者、またはゆすりたがりの薬剤医者などと呼んでるらしいがな。やはり。俺が小川商船だったらどうしようって言うんだ。今日のところはどうこうするつもりはない。ただお主の悪行を暴く前にどういうやつか顔を見たいと思ってな。俺の悪行？おせっかいな男だな、おめえさんも。先生！おう、三吉、何上がってんだ。大変だよ。人足口入れの巴屋のやつらがやってくるんだ。巴屋が？そうか、よく知らせてくれたな。 お前は先帰ってろ。うん、でも先生気をつけてね。
いたな、やぶ医者。巴屋、その顔は二度と見たくないと言ったはずだ。やがましい。今日こそせがれの仇を取ってやるぞ。ただしだ、お前が罪を認めて番屋に自訴するなら命だけは助けてやる。せっかくだが俺にはその気はない。ジャロッジャロッ。おお、俺の喧嘩だ。手出しは無用だよ。どんなところに邪魔が入りやがった。やぶ医者、これで済んだと思ったら大間違いだぞ。手出しは無用と言ったはずだ。礼は言わんぞ。結構。私はただ数を頼んで一人を襲うというのが気に入らなかっただけだ。おせっかいもほどほどにしないと身を滅ぼすぞ。それより巴屋とやらはお主をせがれの仇だと言ってたようだが、身に覚えはあるのか。お前さんには関わりのないことだ。どうやら相手は役者が一枚上のようだな。お主は軍学者山下幸内。吉宗に対して歯に衣を着せぬ直言をした異端児として歴史にも名をとどめている。それではお主、ずっと私をつけていたのか。うん、小川商船とのやり取りも残らず拝聴させていただいた。なぜそんな真似をする。おめさんに興味があるからだ。興味？前にも言ったが、おめさんどうも得体が知れん。一体何者なんだ。私はただのおせっかい焼きだ。小川商船も言ったようにね。おせっかい焼きね。ところであんた、本当に小川商船が悪人だと思ってんのかい。それはこれから調べればわかることだ。所詮は無駄骨だと思うがね。なぜ。俺はあの男が憎めんな。だが、ゆすりたかりをやってる事実は仲間認めてるんだ。世の中にはわざと悪党をぶるやつもいるもんだよ。お待ちどうさま。おう、あんた酒は。いや、嫌いじゃない。おう、その点だけは馬が合いそうだ。お、うなぎの蒲焼きかと言いたいとこだが、貧乏人はこいつで我慢するんだ。ニシンの蒲焼きさ、食ったことねえのかい。うん、うん、これまさに珍味とはこのことだ。わからん男だ。助八、おその、聞いておるか。は。確かに。余はこれより辰五郎の家に行く。おそのはその旨爺に知らせておけ。かしこまりました。で、手前は。小川商船の行動を探れ。何かつかめ次第余に報告しろ。承知しました。旦那様、巴屋さんがお見えになりました。通しなさい。桜井様、下級のお呼び出し何事でござりましょうか。例の小川商船の問題よ。それがどうもバカバカしくないというのかね。実は今日も妙な邪魔が入りました。言い訳はよしなさい。あの男が町医者を続ける限り同業者が迷惑するのだ。ああ、それは重々承知しておりますが、何せしぶとい男でして。何事も力で押そうとするからいけないのだ。もっと頭を使いなさい、頭を。と申しますと。あの男叩けばいくらでも誇りが出る。まず弱みを握ることが先決。なるほど、弱みをね。じゃあお願いしますよ。はい、はい、お、ゆうべ、よいし
しばらくだな番頭が。あ、先生。旦那はいるかい。それがちょっと急用で。こんな朝っぱらから出かけることはねえだろ。ちょっと入らせてもらうよ。あ、先生。とはたった一つの命を拾ってやったんだ。安いもんじゃねえか。治療代の二十両はお払いしたはずだが。五十両は口止め料だよ。口止め料？何のことだそれは。岡谷さん、医者を甘く見ねえ方がいいな。その肩口の怪我は誤ってハサミでついたもんじゃねえ。合い口でぐさりとやられたもんだということは初手からお見通しなんだよ。そんな先生、何を証拠にそんな言いがかりを。今から一月前の夜、芝浦の浜で時ならぬ乱闘騒ぎがあった。知らせを受けた町方が駆けつけた時には人がやとっくに気を失せていたが、砂浜にはおびただしい血が流れていたそうだ。町方はどうやら抜け荷の取引をめぐるいさかいと睨んだようだが、考えてみりゃ俺がこの店に呼ばれて傷の手当てさせられたのもちょうどその頃だったな。言うまでもねえことだが、抜け荷は天下のご法度。このことが町方に知られりゃ、おめえさんはもちろん家族奉公人一人残らず死罪になるってことは目に見えてるんだ。が、今すぐ金を出せとは言わねえが、よく考えてみることだ。金を惜しむか命を惜しむか、答えは一つ。先生、先生。旦那に言っといてくれ。いい返事を待ってるってな。はい。騒ぐなよ。命が惜しけりゃ一緒に来な。決心ついたかね。返事をせい、返事を。水、水をくれ。ああ、水でも酒でも何でも飲ましてやるよ。ただし、こっちの問いに答えたらな。でなけりゃ毒飲んでもらうことになるよ。おい、言えよ。都会や東川商船はどういう関わりなんだ。仕方ない。もう少し可愛がってやれ。お帰りした。お帰り。あれ、今頃飯の支度ですかい。こちら、朝寝坊しなすったんで。違うんだよ、徳田さんの。え、例の旗本の三男坊。全く嫌になっちまうよ。勝手に泊まり込んだ上に抑えの注文までつけるんだからね。わがままにも程があるよ。へえ、それにしてもね、朝からかば焼きた豪勢なもんすね。かば焼きはかば焼きでもね、それはニシンのかば焼きなの。ニシン？そう。これがかば焼きはニシンに限るっておっしゃるんだよ。おかげで魚河岸まで買いにやらされてさ、目はこの上ないさ。妙なもんが好きなんですね。本当だよ。でも面白いじゃないの。気さくで世間知らずでさ、お侍らしくないとこがいいわ。これはこれはお安くねえや。お嬢さん、さてや、あの旦那に惚れやしてね。そんな惚れてるなんて、もうやなげんさ。赤くなったらおい。おまっちゃん、注意しておくけどね、私も見た感じじゃあの人あれ以上出世しないよ。あんなろくでなしと一緒になったら一生の不作だよ。おはようございます。
上様、ご気分はいかがで。ああ、至極爽快だ。辰五郎、え、お前の家は随分便利にできてるんだな。は、いや、第一に川屋と洗面所が隣り合わせだし、第二に寝間と座敷が同じ部屋だ。上様、それはあのご覧の通り、うちが狭いからですよ。お恥ずかしい次第で。そんなもんかな。え、何をするにも長い廊下を歩いて行かねばならぬ城中より、よほど暮らしよいぞ。この度も恐れ入ります。来たか。上様、これは、うん、何ですか。忍びの者からの連絡だ。小川商船のやつ、都会屋という海鮮問屋を50両出せと揺すってるそうだ。50両、それだけの金さえありゃ、病に苦しんでる大勢の貧乏人がどんなにか助かるのに、まったくってやつらですな。あの、上様、上様。お出かけですか。ああ、世話になった。でもお食事が。あ、すまん、また今度来そうになろうな。ではちょいと、お前さん、だから嫌なんだよ、お侍は勝手なことばっかり言って。おお、やはりここだったのか。ちょっと話を聞いてくれ、手間は取らせん。お待ちどうさま。それでは一文の金も受け取らずに病を治してやってるのか。おう、それが商船のやり方だそうだ。もっとも金のない貧乏人が患者の場合だけだが。本当か、それは。昨日から足を棒にして聞き歩いてきたんだ、間違いない。それともう一つ、巴屋が商船を敵とつけ狙うのはとんでもない言いがかりだそうだ。というと。半年前、巴屋の一人息子はイカサマ博士が元の喧嘩で腹を刺された。慌てた子分どもが商船を呼んできた時には出血多量で手遅れだったそうだ。おい、どこ行く。小川商船に会ってくる。せっかく治りかけた流行り風邪をまたこじらせてしまった。どうしてもっと前に連れてこなかったんだ。はい、あの先生様にはいつもいつもタダで見てもらっちゃわ。バカ、いつ俺が金持ってこいっつった。そんな気兼ねをする暇があったら子供のことを考えてやれ。二日分入ってます。うん、これを飲ませれば熱が下がる。いいか、明日も必ず来るんだぞ。さあ、もういいぞ。あら、さあ、お帰り。どうもありがとうございます。またおめえか。おせっかいなら後にしてくれ、俺は忙しいんだ。あ、次の人。先生、大変だ、翔西先生。しかし、受けてくれ。これよ、気をつけながらな。先生、どうした。普通場の柔らか落ちたんで。どうなんだ具合は。傷は大したことはないが、内臓が破裂してる。急いで手術をしなければ。お主が一人でやるのか。本来だったら手助けを呼ぶところだが、その暇はないな。私が手を貸そう。
おめえが？多少乱歩をかじったことがある。ズムの素人よりはマシだ。よし、頼もう。私が小川商船は都会屋が抜け荷をやった事実をつかんで50両をゆすり取ろうとしてるわけだな。こいつは面白い。これであのやぶ医者に一泡吹かせることができるぞ。お願いです、返してください。そうしてやりたいんだが、そうもいかん。お前さん、これから行方知れずになるんだよ。そんな約束が違う。助けてくれ、助けてくれ。約束。患者の容態は？どうやら峠が越したようだ。そりゃよかった。おめえさんにはすっかり世話になった。礼を言う。いや、私は何も。お主の腕が良かったからだ。何よ。先生の好きな扱うんだよ。おう、うん、これは何だ。あと3本入っている。今日は特別だよ。これはありがたい。あとは勝手にやる。お前帰れ。うん、あとは頼みます。ああ、気をつけて帰れよ。はい。いい子だな。母親と二人暮らしでな。今は手伝いをさせているが、ゆくゆくは本格的に医術を教え込もうと思ってる。まあ、一杯行こう。私はお主に謝らねばならん。うん、謝る？なぜ？私はお主を見間違えていた。都会屋をゆすり、お主が悪党の真似をしたのは、すべて恵まれない人々を病の苦しみから救うためだったんだな。無論俺だって好んで姑息な真似をしたわけじゃない。ただな、金のない貧乏人は早く死ねと言わんばかりの制度には我慢がならなかったんだ。要するにお主は根っからの善人なんだ。さあ、それはどうかな。物事を善と悪とに区別するのは難しい。まあ、例えば俺が薬草畑で栽培しているアヘンだが、使いようによっては病人の苦しみを和らげても、一方では廃人を生む麻薬となる。俺のやってることも一つ間違えばどんな裏目に出るか知れないんだ。なるほど。小川商船はおるか。うん、誰だ今頃。なんだお前たち、何の用だ。貴様が小川商船か。ああ、そうだ。なんて理不尽な。海鮮丼屋都会屋殺害の下手人として貴様保護する。都会屋殺害の下手で。待て、そんなバカな。何かの間違いではないのか。黙れ、こいつは仲立ちするな。それ、おい、待て。ええー、ござい。想像し、どうしたんだ。は、実は今すぐお奉行に会わせろと門内に座り込んだ者がおりまして。何者だ。それが名は申さず、
昔お奉行が山田奉行であった際、池の魚を釣ってお叱りを受けたことがあるものだとのみ。何？おそらく口から出まかせでございましょう。即刻追い返しますゆえ、今しばらくのご辛抱。待て。その者を連れてこい。二度と愚かな真似ができぬよう話して聞かせよう。はっ。さっさと歩け。何をぐずぐずしてるか。ほら。なんだなんだこの足は。ちゃんとしろ、ちゃんと。いた。その方たちは下がっていろ。しかし。いいから下がっていろ。はあ。いや、困りますな。こんな無茶な真似もなされては。いや、すまん。しかし、すごい力のあるやつじゃ。申し訳ございませぬ。いや、ところで、どうしてもお主に教えてもらいたいことがあったな。は、と申されますと。先刻、小川商船という町医者が捕らえられたな。そのことについてだ。上様と小川商船とはどういうお間柄だ。役人が来た時に我々二人は酒を酌み交わしていたのだ。なるほど。殺された都会屋が小川商船に譲られていたのはご存知ですか。知っておる。では話が早い。都会屋は結局商船の要求を断る決心をしたんですが、そこで一人で小石川へ出かけ、薬草畑で商船と会った。都会屋の話を聞いて激怒した商船は持っていた草刈り釜を用いて。殺害の模様を商船が白状したのか。いえ、あの男は捕獲されてからこれまで黙して何も語りません。ではなぜそれほど克明に。都会屋は倒れた後もしばらく息が残ってました。そこをたまたま通りかかった者が虫の息の都会屋から経過を聞き証人になったのです。何者だその証人とは。は、与野吉といって人足の吉井連業、巴屋甚五郎の奉公人ですか。巴屋の。巴屋をご存知で。忠相、俺を商船に会わせてくれぬか。上様が直々に罪人と。商船がなぜ黙っておるのか、それを本人から聞きたいのだ。それはご命令ですか。いや、お主の友情にすがっておるのだ。小川商船を召し連れました。ご苦労。お前たちは外で待っておれ。あ、こんな地獄にお奉行直々のお調べとはご苦労なこった。いや、その方に用があるのはこの男だ。用が済んだら呼んでくれ。なぜこんなところに。お主が無実だと思ったからだ。おせっかいな男だとは思った。まさかこれほどとはな。都会屋殺しはお主ではないはずだ。俺がゆすりをやったのは事実だ。お前さんはその俺を。ゆすりの件についてはお上にも情けはある。お主が金を必要としたわけが分かれば考え方も変わるだろう。甘えな、おめえも。お上はそこまで分かってくれるもんか。もし分かるようだったらこれまでの祭りごとはもっと貧しい者のことを考えてくれたはずだ。その言い分はもっともだ。しかしこれからは私が分からせてみせる。おめえが。考えてみるな。
並みの人間じゃ恋来るのは難しい。まして町奉行を意のままに動かすとすると。おい、おめえ一体何者だ。多分公儀の思い役。いや、もしかするとそれ以上。私の名は徳田新之助、貧乏旗本の三男坊だ。そうか。そうだったな。おめえさんに頼んでおきたいことがある。聞いてくれるか。聞こう。今江戸の町には医者にかかりたくてもかかれない貧乏人が大勢いる。その連中の苦しみを取り除いてやるには、誰もが無料で治療を受けられる施設が必要だ。つまりそういう施設を公儀に作らせようというのか。そうだ。そうなら、俺のようなヤクザな医者もいらなくなる。昔から民は国の宝だと、領民あっての公儀なんだ。徳川百有四年の民を支えてきた連中の苦労に報えるためにも、それぐらいの見返りはあっても当然だと思うがな。ほう、小川商船に殺しの嫌疑ね。うん。だが無実は間違いない。商船は巴屋の仕掛けた罠にかかったのだ。それじゃあ徳川屋殺したのも多分巴屋だ。子分を偽の証人に仕立て商船を葬り去ろうとしたのだ。手の込んだことしやがるな。まったくだ。商船を仇呼ばわりし、必要に狙ったことも考え合わせて、奴一人の知恵とは思えん。どうやら黒幕がいるな。いや、ここまで来れたのもお主の忠告があったればこそだ。礼を言わせてもらおう。勘定頼む。おい、こんなたくさん。わからんやつだ。何？巴屋が桜井玄石の屋敷に。では小川商船のやつ、死罪は間違いないのだね。はい。いかに無実を申し立てましても、この与の吉という証人がおりますからには助かる見込みはございません。そうか。約束の礼金だ。納めておくれ。これはどうも恐れ入ります。だけどわからねえな、どうして先生は小川商船を消したかったんで。それは町医者仲間の仁義に背いたからだ。ああ、つまり病人をタダで治したってことですか。医者というのは人の命を預かる商売。その気になればいくらでも金を絞り取ることができる。商船に死んでもらうのは、いわば医者全体の利益を守るためだ。なるほど。さすがは先の先までお見通しでいらっしゃる。何をする。訳あって名乗ることはできん。だが法外に高い治療代に泣く町民の味方とだけは言っておこう。何？桜井玄石、医者にあるまじき貴様の所業とくと見届けたぞ。
ちの。措置のおかげで世の病もめでたく回復した。一言礼を言っておく。身に余るお言葉、ありがたき幸せにござりまする。時に原石、世の治療代はいかほどだ。めっそうな、手前はご公儀より俸禄をいただく身、治療代などはいらぬと申すのか。はそれは妙だな。医者は人の命を預かる商売、その気になればいくらでも金を絞り取ることができると豪語した男の言葉とは思えぬ。恐れながらそれはどういう。椅子を上げい。原石、昨夜は勝手に邪魔をして悪かったな。じい、あとはお前に任せる。その方も恥を知る士分ならば、後の始末は自らの手でつけるんだな。江戸の町医者仲間に隠然たる勢力を誇っていた将軍家御典医桜井玄石は、その日のうちに自らの命を絶った。お前さん、ちょっとお前さん。なんだ、どうしたんだ、血小板で。あ、あの火事か喧嘩か、それともどうしたんだ。そうじゃないんだよ。なんで。とってもいい話なんだよ。将軍様がね、貧しい人のために養生所を建ててくださるんですって。養生所って何だ。それそれはね、お金を払わなくても病人を見てくれるところなんだよ。そうかよ、さすが吉宗様だな。粋なことしなさるじゃねえか。お本当、こんなに町人のことを考えてくださった将軍様って初めてですもんね。やっぱり俺が見込んだ男だけある。今度は俺が褒めてやんなきゃ。何言ってんだかね、この人ったら。まるで土地勘なんだから。まだ将軍様とお友達になった夢を信じてるのね。しっかりしてよ、兄ちゃん。今度は俺いっぱいおごっちゃうんだ。大丈夫。何が。小川商船の権限により吉宗が設立した小石川養生所、すなわち無料診療所は、江戸市中の貧窮孤独な病人を救済する施設として後世にまで名を残している。その最盛期における常任医師20人、通院患者は日に900人。初代責任者として小川商船が任命されたのは言うまでもない。こんなに悪くなるまでほっとくやつがあるか。人間というものはな、もっと自分を大事にするもんだ。いいか、明日も来るんだぞ。ああ、ちょっと手伝ったり。俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血が滾る。
回、吉宗評判記暴れん坊将軍は。また火事でございますな。お前ら目ついてこい。自慢じゃねえけれど、大名火消しには引け取らねえぜ。江戸八百八町の人々のために、貴様らの悪行を徹底的に洗い出して。次回、命をまとの一番まといにご期待ください。